で、そこで、まあ、今日の、まあ、主な内容としましては、今のような形でその分割を行うその唐妻の乗算の計算量の評価です。で、まあ、先ほどちょっと表現が異なりますけれども、まあ、示すべき定義は今回はその十進 n 桁 の、 整数の乗算の計算量が、オーダーですね、オーダーで n の、ログの3乗と、ただしこのログというのは2を定とするログなんですけれども、オーダーのログの3乗になるということが、まあ、分かるという話です。で、一応今日は割と時間的に余裕がありますので、その証明を追って、ざっと追っていきたいと思います。まずですね、これ2の n 乗桁の整数の乗算を考えまして、でその2の n 乗桁の整数の AB の乗算の、まあ、この唐唾でやろうとした時計算量を、まあ、t の2の n 乗というふうに n をパラメータとして表します。でそれから、まあ、t の1に関しては、まあ、1というふうに置きまして、でそれから、ラージ n として、まあ、2の n マイナス1乗と置いておきます。でそこで今、その与えられた整数 A と B というのは2の N 乗桁ですので、これを、まあ、上位2の N マイナス1乗桁と下位2の N マイナス1乗桁にこう分けて表すわけですね。先ほどと同じような感じで、まあ、これがその下の2行ですね、の式です。で、この時に、その、まあ、先ほど説明しました、その唐唾の乗算のアルゴリズムに従いますと、この AB というのを、まあ、このように形で計算するということを言いました。と、まあ、A1、B1、A、まず A1、B1 の積ですね。それから A1 マイナス A0 と B0 マイナス B1 の積。それからまあ A0、B0 の積を作った上で、まあ、こういった形で それぞれの数を組み合わせて計算するということです。で、ここでですね、その、アルゴリズムの説明の際に紹介しましたように、今この黄色で塗りつぶした部分というのは、これさらにその2の n マイナス1乗桁の整数の乗算になりますから、これをさらにこの唐唾のアルゴリズムを再帰的に適用させることになります。ですので、この黄色で塗りつぶしたこの2の n マイナス1乗桁の整数の乗算3回分というのは、この計算量はその2の n マイナス1乗の桁の計算量 t の括弧2の n マイナス1ですね、これの3倍という形になります。で一方でこの乗算以外にその加算が4回ありまして、でこれは2の n 乗桁の整数の加算とみなします。でこれを4回で計算量がですね、合計で2の n 乗の8倍ということになります。でこれがどう導かれるかをこれ以降の説明で、次以降のスライドで説明します。でまず結論というか、その求め方を先に出しますと、ここからですね、電化式ができます。でこれ電化式は t の、2の n 乗っていうのが、t の2の n マイナス1乗の、まあ、3倍プラス 8×2 の n 乗という形になって、まあ、この電化式を解くことで計算量が求まることになります。でそこで、ここからはその丸っぽつの項目の2つ目にあります、この2の n 乗桁の整数の加算が4回分になるっていうことをもう少し詳しく説明していきます。でその内訳なんですけれども、とまずですね、とこのまあこの唐唾のアルゴリズムの、その計算に出てくるその加減算を一応全部見てみますと、最初に A1-A0 とそれから B0-B1 っていう減算を行います。でこれは2の N 乗 N-1 乗桁の加算が2回分ありますから、そうすると計算量は実質的には2の N 乗桁の加算1回分とみなすことができます。でこれを計算して、あとその先ほど述べたですね、その乗算を終えた後で、今度はこの真ん中のこの項ですね、10の n 乗でこうくくられたこの項ですね、この項のこの一番下の行の式にある部分を計算しますけれども、これはそれぞれの数、3つの数がありますが、これ全部2の n 乗桁の数ですので、そうするとここの部分、括弧の中の部分というのは、の加算は、
2の n 乗桁の加算2回が行われるということになります。ここまでいいでしょうか。まずここまでで、2の n 乗桁の加算が3回分行われたことになります。で、最後に、この公式に従って、この10の 2n 乗の部分でくくられた部分と、それからこの10の n 乗でくくられた部分と、最後に a0、b0 っていうこの3つの数を加えていくわけなんですけれども、一応注意すべき点としましては、それぞれのこの3つの数というのは2の n 乗桁の数なんですけれども、ただ a1、b1 が例えば10の 2n 乗かかっていたりとか、あと真ん中の数は10の n 乗かかっていたりとかっていうように、位が少しずつずれていることに注意してください。で、これはちょっと模式的にですね、それぞれの数の位取りを示したものです。で、それぞれの棒のがですね、その中に書かれたその数を表しているものと思ってください。で、その棒の長さはこれ桁数ですねと思ってください。で、今回桁数がそれぞれの数の桁数が2の n 乗ですので、そうするとまあそれぞれの棒が2の n 乗桁の数を表すと。で、しかもその場所、位取りがですね、こうずれています。例えば A0、B0 っていうのは1の位から並んでいる数ですので、まあ、一番右側に位置しているわけで、で、それで真ん中の数が、まあ、10の N 乗だけ左にずれていて、で、一番上の A1、B1×10 の 2N 乗が一番こう左側にずれているわけですね。で、こうして見てみますと、まあ、2の n 乗桁の加算が2回入ってるんですけれども、実質的にはこの3つの数がこううまい具合にずれています。特にその a1 b1 かける10の 2n 乗の部分と、それから a0 b0 の部分には重なりがないんですね。ということはこれ見ていただくと、その例えばこの上の数と下の数の加算というのは、実質的にはここの2の n-1 乗桁だけ加算が行われる。で、あと、この下の部分でも、やはり2の n-1 乗桁だけの加算が行われるということで、この3つの数の加算は、実質的には2の n 乗桁の加算1回分の計算で済むということに注意してください。ということで、以上でですね、この唐津波の乗算に出てくる、1回の乗算に出てくるその足し算、加算がですね、2の n 乗桁の加算4回分になることが分かります。ここまででしょうか。で、次はですね、その2の n 乗桁の加算4回分の計算量が 8×2 の n 乗になるっていう理由なんですけれども、まあ普通だったら 4、まあ、4が出てきたら4じゃないかって思うかもしれないんですが、一応その多倍長数もしくはその整数の加算の筆算のやり方もしくはアルゴリズムを思い出してもらうと、その最下位の桁を除いて全部の桁をこう加え上げていくときには、その例えば n 桁目だったら n 桁目同士の加算に加えて n-1 桁目からの繰り上がりを加えるという操作がありました。ですので実質的にはその n 桁同士の数の加算の際に発生するその計算加算の回数っていうのはその桁数の2倍に比例するということが分かると思います。で、まあ一応この大記号ではまあ、ここの段階でこの8っていう数字を省略しても、まあ、計算はついつも合うと思うんですけれども、一応まあこれから全化式を計算していきますので、一応とりあえずこの8っていう定数を残したままその全化式を解いていきます。で、そうしますと、先ほどの全化式が皆さんにお見せしましたように t の2の n 乗イコール 3×t の2の n-1 乗プラス 8×2 の n 乗ということでしたので、これに t の2の i 乗っていう関数をです、値をですね、全化式を再帰的に代入していきますと、まあ、最終的にはこのスライドの一番下の行にありますように、まあ、3の n 乗がかかったこうですね、ちょっと最後の結果ですけれども、これこうなりますと、3の n 乗かける、まあ、t の1という項とですね、それから残りの項は、まあ、8かける公比3分の2の等比数列の和のという形になります。で、後ろの項の部分は実際に和を取りますと、まあ、16かける3の n 乗マイナス2の n 乗という形になります。で、まあ、最終的に、この
式をですね、ずっと展開して整理していきます と、まあ、ここにありますように、3の n 乗の17倍マイナス2の n 乗の16倍ということになりますので、まあ、前期的にはこの3の n 乗 の部分がまあ一番、支配的になるということで、まあ、3の n 乗のオーダーの計算量になるということが分かります。ここまでいいでしょうか。であとは、まあ、n の2乗のですね、n の2乗桁のその整数同士の計算量が大体3の n 乗に比例するという結果が得られましたので、でまあ、これをその t の n という形でまあ表したいんですけれども、まあ、一応この対数の性質、t の変換を行うことによって、まあ、最終的にはこの下の一番下の行にありますように、オーダーの n のログ3という形になります。で、この2を定とする3の対数というのは、まあ、1.59 よりもちょっと小さな値ですので、そうするとまあこの計算量は、n の 1.59 乗のオーダーで抑えられるということが分かります。以上のようにしてこの唐津波の乗算の計算量が導出されます。よろしいでしょうか。